私、兄を探したいんです。20年前に生き別れた兄を、今このワノ国にいるかもしれないんです。兄の名前は光月桃之助。私は妹、日和と申します。あ、桃之助の妹？お前本当に桃の妹か？ご説明します。お逃げなさい、未来へ。燃え盛る炎の中、目の前で兄たちがどこかへ消えていってしまったんですから。なるほど、確かにそうだ。20年前から飛んできたモモは8歳のままで、妹のお前は20年分年を重ね、今じゃ26歳ってわけか。はい。お前も未来に飛んじゃダメだったのか？兄か私か、片方に何かあったとき、光月の血が途絶えないようにと。酷だな、それは。